はい、こんにちは。道にあるちょっと古いもののパパゲーノです。いつもご視聴ありがとうございます。8月に入りました。クソ暑い毎日が続いてますが、暑中お見舞い申し上げます。せめて気持ちだけでも涼しくと思いまして、こんな動画を本編の前に差し挟んでみました。こんなところでね、好きな音楽聴いてビールでも飲んでボエーとかって過ごしたりしたいなとかって思いますけど、でここからが本番です。ここは君津市奥久留米の林道三間線の終点近くです。でこの川なんですけど、これは小糸川水系の三間川、ボートの箇所からだいたい100メートルちょっとぐらい上流に来たところですかね。今なんかちょっと変な人がちらっと映ってましたけど、ラジオやテレビの出演で有名なあの人です。ね、もう有名人なんだから今更顔出ししても問題ないんじゃないかと思うんですけどね。ただ本人曰く、いや周り誰も信じてないんですけどね、本人曰く人見知りなんで、顔出しはご遠慮したいということなんで、後ろ姿のみの出演とさせていただきました。そしてまだ言ってませんでしたけど、今回は水路隧道です。まあ、ここまで来てしまえば見ての通りなんですけどね。それからこの三間川ですけど、開墾所の滝が非常に有名ですね。開墾所の滝はここから直線距離で約 1.5 キロぐらいかな、川自体だと3キロぐらい下流になります。つまりまあここの方が上流ってことなんですけどね。この水道の特徴は横長の断面にあると言っていいと思うんですけど、まあこれでも工事費用を浮かすためなんでしょうね。アーチ型にした方が崩落には強いと思うんですけど、多分まあ断面積小さい分この方が施工する費用が安いんじゃないかと思います。でこのスタイルなんですけど、この三間川多いですね。ここも含めて少なくとも4本はこの方の随道あります。でさっき言った有名な開墾所の滝だけは立派なアーチになってますけどね、あれはまあ延長が短いからですよね。延長5メートルぐらいかな、だからまあちょっと奮発したのかもしれませんね。でこの内部の様子なんですけどね、まあ、見ての通り結構崩落してそのままにされてるような感じですね。まあこの程度だったら実際実用上支障がないっていう判断もあるんでしょうかね。ただポットホールとかもないんでね、これ崩れてから意外と経ってないんじゃないかなって気がします。まあそうですね、だから農業林業の従事者が減ってきてしまってね、自動的にそう管理がおざなりになってしまったって、そんなところなのかもしれませんね。まあそうこう言ってるうちにね、また表に出てきてしまいました。こちらが飲み口ですね。はい、無事通過完了です。でね、ここら辺涼しそうですね。ここのね真ん中に焚き火台でも置いて、周りに椅子でも並べて肉でも焼いて食ったら涼しくて美味しくていいんじゃないかななんて思ったりもしますけど、ここね上流もう民家もないんで生活排水も来ませんのでね、結構いいですよ。ということで今回の水路隧道いかがだったでしょうか。まあ、最後の焼肉やってとかっていう話はね、まあマナー的にちょっと微妙なんで、一応冗談半分ということでお願いします。でこのすぐ上流にももう一本水路隧道ありましてね、そちらも動画撮ってありますんで、またそのうちアップしたいと思います。ということで今回もご視聴ありがとうございました。またお会いしましょう。さよなら。